橋立トール、お好きなんですか？誰だ？通りすがっただけですよ。そうしたらあなたがいたもので声をかけようと。そう。それは二律背反のシナリオでしたよね。どこが好きなんですか？セリフだな。何のセリフか聞いてもいいですか？人殺し集団に捕まった少年の、この世界には平等はない、この世界には真実はない、この世界には居場所がない、というセリフだ。偶然ですね。私もそこは気になるんですよ。それを悟ったから何なのかって話だかな。少年はどうなったんでしたっけ？英雄が助けに来て二組織に喧嘩を売る。そんな話だったっけ？ここから起こることはこんな感じだ。マフィアの犬め、ここで死ね。人生ってのは死ねないから辛いんだよ。今日はあなたにもやることがあるよね。戦うのはやめておこうよ。次やったら殺す。その前に殺すよ。小説では少年の目は焼け落ちるけど、そんなことは避けてね、短気なお兄さん。うるせえよ、クソガキ。どなたですか？月光一年一組の天口ひろとです。これからの生活であなたの案内役をするように先生に言われたんです。天下寺、天の花が咲く寺で天下寺です。難しい名前でごめんなさい。一年一組ということはクラスメイトですね。よろしくお願いします。天下寺さん、敬語じゃなくていいですよ。そうか、わかった。なんだこの子、かわいいな。ワンチャンいいくじ引いたかもしれない。それにしても月光の先生が来ると思っていたのですが、生徒に任せたんですか？しかも案内まで任せるとは。私は月光までの道が知りたかっただけです。もしかして家にまでついてくるつもりですか？気持ちが悪いです。チャンジ。なんだいきなり。この子すげえ口が悪い。貧乏くじ引いたな。俺は先生に依頼されてやっているだけだ。いらないです。お役ごめんです。それより私は学校の場所と今日寝る場所を探したいのです。どこに引っ越すつもりだったんだよ。兄の家です。今頃兄の家に私のたくさんの荷物が届いている頃でしょうね。軽い迷惑行為だな。紹介が遅れました。私は桐生凪と申します。よろしくお願いします。こちらこそよろしく。エスコートなんて必要あったのか？私、スタダドに来たのも初めてですので、月光がどこにあるかわからないんです。月光ってここから遠いんですか？遠いっつーか、なんつーか、そこなんだよな。え？わかってたこと。
道がわからなかったこと、クラスメートには秘密にしてくださいよ。わかったよ。てか逆になんでこんな近いのにわからなかったんだ。うるさいですね。東大元暮らしですよ。桐生さんの方が小さ身長のことを言わないでください。殴りますよ。殴ってから言うんじゃねえ。尋常じゃねえ強さだ。ここですか。そうだよ。はあ。おいおい、子供みたいに驚くな。無駄にバカでかいですね。子供顔負けの正直さ。入るぞ。吉住先生、桐生さんを呼んできました。おお、助かった。はじめまして、君のクラスの担任の吉住坂田だ。よろしく。よろしくお願いします。桐生凪です。似てるな。兄さんにですか。そうだ。吉住先生は桐生さんの兄と知り合いなのか。とてつもなく不愉快です。やめていただきたいです。あ、もう兄ちゃんかわいそう。そういうところが似てるんだよな。特に俺の言葉でイラつくところがよ。俺とイラつくポイントが同じとは、なんという不幸。兄弟揃ってツンデレとはな。実に切る一番強いのは君みたい。桐生さん、先生殴っちゃダメでしょ。え、私が殴りました？そこの人。あ、私、あなたのこと殴りました？殴ってないです。ほら、先生の威厳が。それより先生、私はこれから何をすればいいんですか。ちょ今日は桐生には天元寺でサポートをしてもらう。え、何のですか。部活荒らしの件だ。まだ片付いてないだろう。可能は自分がやったって言ってるようなもんでしょう。これ以上は無意味です。これは友人の言葉だが、そうやって目の前の出来事をうやむやにしているとその奥にある真実を見落としてしまう。でもこれ以上何をしたらいいんですか。一つの視点で停滞しているときは別の観点の意見を聞いてみるんだよ。例えば桐生の意見だ。なんで私が協力しなければいけないんですか。ラーメンおごってやるよ。天月さんがどうしてもと言うなら協力しないこともないけど。なんで先生が桐生さんの好物知ってんですか。桐生の兄貴の大好物だからだ。ラーメンが欲しくて協力するわけじゃないから。天月さんには案内役をやってもらうから、そのお題みたいなやつだから。さっき気持ち悪いだとかなんとか言ってなかった。それに口を変わってるし、なんか嬉しそうだし。ああ、あとこの事件面白がって、お前と捜査を共にしたいという生徒が2名いるんだが。え、誰ですか。2年の剣王部所属のバンド花月楽曲の生徒、菊池東吾、上白優也だ。また面倒な協力者だ。花月楽曲、あのジョーカーの。そうだ、ジョーカーズシャフトに無題な歌とかのな。この件よくわかりませんが絶対に協力します。桐生さん、花月楽曲好きなのね。なら早速軽音楽部部室に行け。今回の件を今日中に解決できたら明日は特別に君たちの欠席を認めるぞ。いいのかよ。じゃあ解散だ。詳細を桐生にも言っておけよ。しかし、今一番気になるのがこの桐生凪という少女だ。分かっているのは超毒舌で格闘術を使いこなすラーメンが好きな少女ってだけ。この人一体何なんだ。だから言ったろ、事故なんだって。事故？俺が買ってきた期間限定の数量限定超高級コクのある抹茶アイスを食ったのが事故なわけねえだろ。事故だ、たまたま口に入ってきたんだ。決してアイスに火はない。足りねえだ、てめえの頭に火はあんだよ。分かった、買ってきてやるから。今の抹茶フラッペでいいか。
確かに虫が違うんだわ。もうあっ、出口、そのバカ捕まえてくれ。またやってるよ。任せてください。うわー、綺麗な声が入って飛んでったな。これで勘弁しろ、泥棒が。このお二方が花月楽曲の皆さん、お会いできてとても光栄です。その光栄という言葉に説得力がなさすぎて、今世紀最大に困ってるんだわ。何すんだよ。すみません、ファンだったもので。因果関係ないんだけど。何するんだい君。いや、俺に言うなよ。すみません、ファンだったもので。因果関係が見えないのですが。この人たちは月光軽音楽部所属のバンドの花月楽曲のメンバーだ。この自由な2年の先輩が菊池東吾先輩、あと先帰り見ず面白いことをやっちゃう人、そしてもう一人が1年の上白優也。菊池先輩を慕ってはいないが、バンドにかける熱意が人一倍あるため菊池先輩にくっついている。こいつらと操作するとか超めんどくさい。もう一人の方は今日はいないんですか。ガイゼイちゃん先輩は今日は来てねえよ。ファンなのにごめんね。俺のブロマイドとサインあげるか許して。営業始めないでください。ありがとうございます。受け取らないでください。で、今回は何、そんな事件。ああ、そうだった。上白たちはなんでそんなに知りたいんだ。それはもちろん対策のため。興味を持ったんだよ。意見を合わせてくるとかなかったんですか。そうだな、詳細を説明すると長くなるから第1話の動画を見てくれ。動画？見たくない？もう見たぜ。見たんだ。そう、とりあえず見てくれ。うえ。推理が安直すぎんだろ。最後に出てきた女性が気になります。そんなにか。第一10分で合わせられるわけないじゃないですか。手帳が落ちてただけで犯人はないだろ。女性が気になる。完璧だと思ったんだけどな。仮にもお前スーパーハイスペックハイスクールスチューデントって自称してんだろ。何ですかそれ。何だよそれ。違ったか。気に。黙っていてください。まず文化部の犯行ですが、自身も怪我を負うようなものは壊していないんでしたよね。そうだったな。カノンは何部に入ってるんだ。手帳には帰宅部って書いてあった。じゃあ帰宅部で。しかも1年の加納君がそんな危険なところ荒らせるわけないね。さすがヨシューズ、格が違う。確かに。それに新聞部の事件には不確定要素がたくさんある。帰宅部のあいつが新聞部の新聞だけをぶちまけることができるか。それも10分のうちに。だから加納君は無理。言われてみれば、これらの事柄を考えて新聞部と文化部においては可能が犯人という結論は考えにくいんだよな。あんたさっきからいいとこばっかり取ってくなもんやろ。希望は右ですか左ですか。どこ殴られんの。足腕。これから割り出せる容疑者は野球部は可能と考えて、文化部は皆人部、新聞部は吉住だ。は？おいおい冗談だろ。念のために部員のリストをまとめたが、文化部で今日来ているのは皆人部のみ。新聞部2年の女性とは所属していない。それじゃあ先生もグルになってやっていたってことですかね。じゃあ何、初めから騙されてたってことかよ。こんな無意味なこと吉住が好んでやることはないと思ってな。調べてみたところ1学期に起こった女性と失踪事件についていち早く吉住に伝えたのが可能らしい。ダメしろ、今なんて言った。1学期の事件のことが。どこでその情報を知った。吉住は。もう事情聴取してたんですね。吉住先生は知っていたのか。はい。はい、ここで菊池先輩の大チャンスプレゼント。待っててもらえませんか。うせんでてめえ。ごめんなさい。屋上に今回やったことを全部認めたズミンと加納君と皆人部君を呼び出しておいたから。私も行きます。なんで来るんだ。屋上と戦場が見たいので。
しない。なんで許可もらわないといけないんですか。様子を伺っていると、天狗寺さんは吉住先生とこの事件に関する何かを約束しているようですね。そうだけど、こんなに簡単に終わるなんて。なんで先生はさっき証拠をつかめって助言したんでしょうか。というと。だってそれって先生が犯人だって裏付けろってことですよね。先輩たちの話を聞く限り、先生は隠す意思がなかったように思えます。本当はこの部活荒らし事件は彼らにとってさほど重要ではないのでは。目的は他にあったってことか。当事者みたいにつらつらと言えるな。引っ越してきた当日に来る前の話を理解しろというのがおかしいのです。天狗寺さんが求めている答えを握っている可能性が高いのは加納さんですよね。できる限りお手伝いいたしますよ。いらねえよ。文句を言わないでください、この前髪お化け。なんだそれ。桐生さんこそ俺の前髪に文句言わないでください。どうしました？あ、すみません、少し道が分からなくて。よければ案内しますよ。あ、ありがとうございます。その遊爵林に行きたいのですが。遊爵林に？すぐそこです。ちなみに何をしに行くんですか？ですね、ブロッサー、あなたを上にですよ。よくやった。これでピーナッツクラッカー15人目だ。こんな人たちを殺して何になるんですか？目障りだからね。それはそうと君の彼氏さん、我々の存在を知ったよ。邪魔するようだったら、わかるね。殺せばいいんですよね。あとは私の彼氏じゃありません。そんなのどうでもいいんだよ。平等も真実も場所もない、どうでもいいところなんだよ、そんなセリフ。しずくさん、おう天狗寺。天狗寺落ち着け。だってろ。なんでそんなに怒ってるんだよ。やっぱあなた、カノーがミオのこと知ってるって分かってたんじゃないですか。あ、そっち。なんで言わなかったんだ。お前に知られたら動くだろ。問題を避けるためだ。平和に終わらそうとしてんじゃねえぞ。人が死んでんだ。お前が死ぬ。は？これ以上人に死んでほしくないから言わなかった。それで今回かよ。なんで部活荒らしなんか。はーい、まあ吉住先生、もう隠すの無理そうっすよ。お前、何してんだ？まあ、あれだ。菊池先輩方の推理に付け加えるとしよう。は？あのデタラメな報告書に書き直したのは、俺だったんだ。ってことは元から俺は騙されてたのかよ。天狗寺、申し訳なかった。騙して、すまない。すまない。はあ、俺に頼らず物質を元に戻すであれば許します。ありがとな。ラーメン食おうぜ。先生のおごりで。何この茶番。そんなどうでもいいことよりミオのことですか。俺から言うより可能から聞いた方がいい。可能。今回の件、僕も謝るべきかな。当たり前です。そういえば、そこの美人はもしかして転校生ちゃん？何なんですか。どうしたの？なんでこの学校には前髪突然変異しかいないんですか。わかるよ。加納さん、あなたの目的が何なのか知りません。ですけど、自分の都合で人を巻き込んだということをちゃんと考えてください。そんなことも確認しないといけないんですか。その帽子の下にちゃんと脳みそあるんですか。まず髪の毛があるんだけどな。
んな巻き込んでごめん。俺は謝れなんて言ってないんだよ。さっさとミオのことを言えよ。なら依頼をさせてほしい。それを達成できた報酬として僕が調べたことを言うよ。お前の依頼を受けると思ってんのか。受けてくれると思ってる。相当な自信だな。言ってみろ。スメラギヒューガを助けたい。スメラギって2組の？うん。何があったんだ？これから先のことは吉住先生以外には言ってない。みんな、こっから先のことを知る覚悟ある？当たり前だ。早く言えよ。待ってください。あ？ところで君は？明日から正式に1年1組の生徒になる桐生凪です。転校生なんだ。それで言いたいことがあるんですが。それは危険なことなんですか？そうだね。それで天下寺さんはこのことを聞いて危険なことに首突っ込むつもりですか？ミオを助けるためなら何だってしてやる。まず橋立さんは天下寺さんの幼なじみで同じクラスだった人なんですよね。その人はなぜ今行方不明になっているんですか？そのことも僕から言うよ。じゃあ結局私はこの下田戸で安全な生活は送れなさそうですね。すまないな、キリュウ。ここまで来て安定は求めませんよ。天下寺さんは私の案内を、私は天下寺さんのサポートを、でしたよね。やめたきゃやめていいぞ。やめることをやめます。あなたの言う通りになるより裸でサンバ踊った方がマシです。ぜひともお願いしたいところ。私はここに来るまでいろいろなことがあったので。ごめんね、キリュウさん。ところでその髪地毛？そうですが。まあいいや。じゃあ言うけどいいね、天下寺くん。ああ。このサダドにはなぜかわからないけど2つの組織の拠点が置かれているという都市伝説がある。二律廃藩のシナリオのことか。著者柱で通るのミステリー小説だね。海外のマフィアと政府公認の最高組織の拠点がこのサダドにあるという設定の作品。まさにあれは本当のことなんだ。ミオの父ちゃんの小説がノンフィクション？うん。海外の闇組織を牛耳ると言われているマフィア ARBK マフィアの拠点があるんだ。サイコパス集団に当たるところは？ピーナッツクラッカーっていう組織で極東政府生物研究所っていう人体実験施設を設けている。それを操作しようとした一人の少女が7月に行方不明になった。ミオのことか。なんでお前はミオのことを知ってるんだ？目撃者だから。柱で通る作品が好きでさ、聖地巡礼をしていたら目の前で女の子が倒れたんだよ。なんで助けなかった？研究所の人間は銃を持っていて僕も殺されかけた。そして今度はそこに中華が閉じ込められた。お前は生き残れたんだな。あ、でもなんでスメラギが？あ、いたんだ。ああ、そうやってギャグパートに戻そうとしてる。極東生物生物研究所は自殺未遂者を対象に人体実験を強制に行う施設。ヒューガは一度死のうとした。そういえばあいつ不登校になっちまったんだ。驚くことに研究所の位置情報はここの校長室に大事にしまってあった。今回の事件はそれを奪うためのおとりだったってことか。そう。そしてそれを取ったのは僕の共犯者である柊木雫っていう男。柊木雫って？でもなんでここにあったんだ？これは僕の考えなんだけど、校長が犯人じゃなくてこの学校の生徒に2つの組織のリーダーがいると思うんだ。は？この学校に？うん。この学校にはそんなことをしてもおかしくないような人がたくさんいるでしょ。勘だけどさ。存在しないかもしれないもん。ミオもお前も追いかけようとしてたのかよ。すでに柊木さんは乗り込んだと思う。は？単身でか？いや、大丈夫だ。いや、やばい組織に単身ですよ。柊木雫でしたっけ？なら全然大丈夫じゃないですか。単身だよ。だってその人、多分。
I'm not afraid to